と分かると思うんですよ。13分51.11。揺れ幅大きいんだな。どうもこんにちは、ミカスです。今日はですね、もう映ってますけども、はい、こちらダイソン V11 フラッフィープラス、まあ、去年だっけ、V10 を紹介したんですけど、今年は、11ですね。これを紹介しようと思います。で、 V10 と比べてどんな風に違うのかっていうね、その違いも一緒にお伝えできればと思うんですけども、早速ちょっと中身を見てみましょう。はい、こんにちは。はい、まずね、こちらでございます。ちょっとこれ後でやりますね。はい、 AC アダプターなんか白いので、今回は VT の時と同じ、全く同じグレードにしました。まあ、正直ね、これの色違いにしようかなとも思ったんですよ。これグレードによって青だったり金色だったりするんですけど、正直ね、上のグレードになるとね、いらない部品が多いんですよね。なので、まあ、いや、同じでと思って、また今回も赤です。はい。で、ダイソンといえばね、こうやって壁にかけるための、部品がついてくるんですけど、今回はこれ使わないですね。さっきの白いやつが今回ついてきてるんで、これはいらない可能性がありますね。人によっては使うのかな。はい、意外と便利な柔らかいブラシ。はい、それから使用頻度がめっちゃ高い、隙間ノズルとこの伸び縮みするブラシね。さあ、これがメインの、まあ、パワーモーターブラシですね。これが回転するけど、これ気持ちいいんですよね。よく取れんですよ、これ。あとなんか透明の、それからちっちゃいモーターブラシですね。パワーヘッドというか、これ使わないんですよね、あんまり。車のフロアとかいいかもな、シートとかね。さあ、そしてこれが今回のダイソン V11 ですね。まあ、こうやって横から見た時に見た目は V10 とまあほぼ一緒で、この縦型になった、クリア瓶ね、こう一直線になったわけですよね。で、このフィルター部分が半透明なんですけど、実はこう見ると、はい、ここが液晶になったんですね。ダイソン初じゃないですかね、この液晶画面っていうのは。一応中身はそんな感じです。さあ、この白いのなんですけど、これ何かっていうと、まあ、台なんですよね。今まではサードパーティー製のこういうね、こういうのをまあ別売りで買って、で立てかけとくっていうことができたんですけど、今回はダイソン純正で立てかけとくっていうか、こう自立するね、自立するスタンドが、まあ、ついてくることになったと。で、やっぱりね、純正だけあって作りがすごくしっかりしてる。じゃあちょっと組み立ててみましょうか。で、さっきついてきたこの長い棒、これを、はい、ガッチン。で、まあ上側はこれを刺すわけですね、ここにね。で、これをズボッと入れると。さあ、 AC アダプターの線をこう後ろから入れて、ここね、ここにこう固定しておけるようになってるんですね。で、この蓋のロックをカチッとするとズボッとさせるようになると。で、この状態でここの後ろのね、この配線の固定ができるようになってるんで、まあ、配線をつけたらこの化粧カバーね、してあげると、ね、で、この状態で、はい、ここにドッキングできたということで、まあこんな感じになるわけですよ。まあ、今回ね、 V10 と同じグレードのものを選んだっていう話を一番最初にしたと思うんですけど、まあ、値段がね、ほぼほぼ一緒、8万円弱になるんですね。まあ、下から2番目のグレードになるんですね。で、値段はほぼほぼ一緒なんですけど、まあこういう風にね、純正のスタンドがついてくるわけですよ。結構立派ですからね、これね。こんな立派なスタンドがついてきて、しかも本体もパワーアップしていると。まあちょっと今から本体の方やりますけど、
それで値段一緒ってことはかなり安くなったっていうことなんじゃないですかね。では実際にちょっとここにかける前にまずは本体見ていきましょう。さあではダイソン V11 と言った方がいいんですかね。開封直後に気づいたんですけど、まずね、クリア瓶にね傷があります。うつわかっかなこれ、傷物でございます。まあね、細かいことは気にしません。このまま使おうと思います。さあ、ちょっと V10 と並べてみます。 V10 と並べて分かるのはちょっとね、こっち汚くて申し訳ないんですけど、まずねちょっと外観の違いなんですけど、このフラッピー、このグレードだとまあ V10 は赤かったんですね、ここね。でそれがまあいわゆるダイソンカラーになっているという違いがまずありますね。はい。で、ここから先の構造は全く一緒です。そして反対側、はい、お尻の部分、ここですね、ここの寸法がだいぶ違います。はい、こうやると分かると思うんですけど、かなり長くなりました。で、まあモーターのパワーがちょっと上がってて、吸引力がプラス 25% だと、いうことと、あと音がかなり静かになったというところで、まあ、大きくなったのかなっていう感じはするんですけど、さらに、まあ、ここのね切り替えスイッチがないです、この弱とか強とかで。それが全部新しいのはこう後ろに行ったということなんですね。まあ、今まではなんかここのねシールが貼ってあっただけなんですけど、まあ、今回のは、まあ、液晶画面になったと。ちょっとそれ後でやりましょう。で、バッテリー、 V10 のバッテリーっていうのはここにね、ここに LED が仕込まれてて、バッテリー残量をここで確認したんですけど、今回液晶モニターが後ろについたっていうことで、ここはね充電中のランプ LED1 個だけになりました。すごいこっちはシンプルになったといった感じですね。でご覧ください、バッテリーがでかいです。バッテリーがでかい、まあモーターの性能というより、これバッテリーの差なんじゃないのかなっていう気もするんですけど、まあ幅もね、幅も若干広いんですよね。幅も若干広くて、長さもでかいバッテリーに変わったと。ではですね、まあちょっと基本的な部分なんですけど、今のこのダイソン V10 から、まあここのねクリア瓶が、こう垂直にねつくようになったと。前のはねここがこう L になってて、これがこう上に来てたんですけども、で、ここのレバー、これを下に下げると、はい、このようにクリア瓶ごと、まあ、下に下がって、ザビャシと、パコッと開いてゴミがドバーンって捨てられるわけなんですね。で、このまま上に戻して閉めると。で、ここのね、赤い部分が削ぎ落とす構造になってて、こう、下に行きながら、ここにへばりついたゴミをこそぎ落としてくれるっていう構造になってます。ね、で、ここが金属製であると。ではちょっとフィルターね、こんな感じです。こんな感じね。で、ここに液晶画面ついてるわけですね。液晶画面はそのまま真ん中に残ると。はい、ちょっとねこれ汚いんで外さないですけど、ここの部分のフィルターの大きさは同じなんですけど、こっちがでかいですね。これがなんかこう消音になんかこう寄与してるのかわかんないんですけど、ちょっと音比べてみましょうか。ではまずちょっと V10 の音を聞いてください。弱です、エコモード。次、イレブン。全然違いますね。いやー、イレブン静かだわ。で、このね、ダイソン特有の高周波の音が V10 では消えてなかったんですよね。このキーンっていう。で、この V10 からこう止めた時にブンって音がするんですけど、このブンの音がなんか低くなったなんか低くなったな。はい、そんな感じです。じゃあ次、中モードにしてみましょうか。中モードの音、
次、マックス。いやー、静かになりましたね。これは全然違う。では、いよいよ気になるちょっと液晶画面を見ていきましょう。今ちょっとバッテリーがね減ってきてるんで、充電しなさいよっていうのが出てるんですけども、まあ、ここのボタンを操作することで、強さがねこう変えられるわけですね。まあ、一番使うのは中なんじゃないかと思います。で、動かす。そうすると、はい、13分51 50 49、あと何分使えますよっていうのがリアルタイムで見ることができるんですよね。これは便利だわ。今までは結局のところここのバッテリーにあるこのね LED3 つ分と色が変わったりっていうのでしか判断できなかったのが、あと何分動くよっていうのが具体的に見えるようになった。そしてもちろん、このモードによってその長さがちゃんとね、ほらエコにするとこんなに伸びた。まあ、このように、モード切り替えによって残り時間何分使えますよっていうのが秒単位で出てくると、実際そこまで正確なのかはちょっとあれですけど、まあ分かりやすくなりましたよね。これは使い勝手良くなった。で、肝心なそのさっきちょっと大きくなったっていう話したんですけど、重さの違いほぼほぼ感じません。全く同じなんじゃないかなっていうぐらいです、実際持ってみた感じは。重心が変わったっていう感じもなくですね、はい、っていう感じです。ではちょっと実際にね、この新しいダイソン V11 ちょっとこれで掃除してみましょう。新しいダイソンの V11 なんですけど、まあ、使ってみた感じはですね、まあ、V10 とさほど使用感は変わらないですね。相変わらず小回りが効かないというか、日本のね狭い床にこう平らに入れてこうとするとやっぱ入らなかったりとか、あとはその日本の掃除機ってね、ここのヘッドの交換が足踏みでカチャッと変えられたりっていうすごい便利さがあるんですけど、まあ、そういうところはね相変わらずこの長い棒の先っちょを交換するっていう手間はやっぱちょっとあるんですよね。で、ただ全体的に軽いし持ち運び楽だし、こう掃除機をかける分には軽やかに動いてくれるんで、まあ、その辺はやっぱり楽だなっていう感じです。で、まあ、V10 と比べて圧倒的に違うのはやっぱり音ですね。音がすごい静か。ただその 25% 吸引力が増したっていうのは、まあ、正直体感できないかなっていう感じでした。じゃあ最後にですね、付属の新しいスタンドですね、これにセットすると、まあ、こんな感じになると。デザインがやっぱりダイソンデザインなので統一感があってすごく素晴らしい。で、隣にあるのが、まあ、社外品のスタンドなんですけど、社外品は社外品でね、まあ、ちょっとデザインに関しては、まあ、統一感っていう部分ではね劣るんですけど、例えばね、この付属品をこれね引っ掛けておけるんですよね。いっぱい引っ掛けておける。まあ、それがダイソン純正だと一応ねこの白いところに1個付けられるのと、あと最初にちょっと言ったこの透明の付属品、実はここにこうやってねこうやって付けられるんですね。で、これを、まあ、こういう風にねパイプにくっつけておくっていうことが一応できます。このダイソン純正のこの充電ベースというか、これって2個くっつけられるんですよ。
で V11 にもそれがついてくるんですけど、この白いのを使っちゃうとなぜかここには1個しかなくて、はい、そういう違いがあります。この純正のスタンドについてもう1個やっとくと、安定感っていう部分なんですけど、社外品はね、まあ、こんな感じで結構強いんですけど、純正はちょっと揺れ幅大きいかな。あの掃除機自体はすごくこのスタンドには安定してくっつくんですけど、この差し込み式じゃないですか、この差し込み式のこの、しかも根元の方、下の方がちょっと揺らつくかなっていう感じです。まあ、ただね、ダイソンはね、あのインテリアとしても見せて収納できる掃除機なんじゃないかなと思うんで、まあ、そういう部分ではデザイン性は非常にいいなと。欲を言えばもうちょっと違う色の方が良かったかなっていう気はするんですけど、そんな感じの、まあ、純正のスタンドでした。ちなみにこのポール、この電源のコードがぴっちり収まるようにできてます。さあ、一つ忘れてたんですけど、同じね、同じフラッフィープラスなんですよ。なんですけど付属品がちょっと違いましたね。V10 の方はこういうね、蛇腹のグニグニする伸びるやつとか、あとこういうエアコンの上掃除するときとかに便利そうなこのかこう動くやつがあったんですけど、それがなくて、その代わりに、まあ、このブラシがついてきたっていう感じですね。うん、もうこのね、ちっちゃい方のモーターヘッドとこの変なブラシとこの変なブラシとこの変な棒ね、それがちょっと違うかったっていうのがありました。ということで、新しいダイソン V11 かなり良かったです。以上です。じゃあいね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。じゃあね。